さあそれでは探してでも行きたい名店をご紹介するシリーズ企画です。住宅街を探し回ってたどり着いた先にどんなお店が待っていたんでしょうか。いたあれ馬じゃないですか。山のふもとで出会ったのは焼きたての石窯パン。うわおいしい。坂の町小樽の住宅街で見つけたのはちょっと珍しい癒しカフェ。そんな隠れた絶品グルメに出会う探してでも行きたい名店スタートです。名店探しの始まりは南区三住まいにある旧黒岩家住宅から。開拓市が主要道路の要所に設置したかつての通行屋は今は郷土資料館として自由に見学することができます。黒岩家4代目の黒岩豊さんです。この建物ってもともとは何に使われてたんですか。いわゆるですね、現在の230号線、かっては本願寺街道と言ってました。でその街道のいわゆる利用する人の宿泊休憩場所としてこの建物が作られたんです。はい、旅の始まりにふさわしいこの場所から散策スタート。今回は住宅街にある郷土資料館旧黒岩家から八犬山のふもとにある石窯パンがおいしいカフェを目指します。3つのチェックポイントを頼りに探していきます。はい、最初のポイントは八犬山トンネル。早速地元の親子にお話を聞くことができました。ありがとうございます。お名前もう一度なんて言いますか。岡川陽です。陽くん、陽くん今からどこに行こうとしてたんですか。小学校です。その理由は入学前の健康診断が今日あって。そっか、陽くんもう小学生になるんだ。なんだそれ小学校楽しみ、うん、本当そうなんだ。ランドセル何色にしましたか。赤と黒。今私八犬山トンネルっていうのがポイントだっていう風に聞いたんですよねちょっとお店を探してるんですけど、こっちですね。八犬山がそこの山なので、その下になんかトンネルがあった気がします。聞き込みをしながら八犬山の方へ進んでいくと、ちょっとあそこの看板見てください。うどん山菜塩屋って、これうどん屋さんの看板出てきました。住宅街ですけど飲食店はちらほらあるんですね。実はここ三住まい地区は飲食店がとっても多い地域なんです。ちゃんぽん屋さんに焼き菓子屋さんまであります。さあ周辺には果樹園も見えてきました。これだ、八犬山トンネルって書いてありますね。このポイントのトンネルを通ります。はい、こっち側から見るとよくわかりますね。トンネル抜けるとザ・八犬山って感じですね。次のポイントって言われてるのがウエスタン。ウエスタン。あ、待って、乗馬って書いてあるんですよね。でもウエスタンって言ったらこれ馬出てきますから、ここなんじゃないですか。この施設一体どんなところなのか気になりますよね。必要、あー、いた。あ、しかも2頭もいる。待ってください、もう見るからにウエスタンな方々いらっしゃいましたけど、こ入っても大丈夫ですか。ウエスタン多分ここで間違いないですよね。どっからどう見てもウエスタンですよね。うちのボスです。ボス、あららかっこいいじゃないですか。ボスちょっとワイルドすぎませんか。ウエスタンネームビンスと言います。こちらの代表でもあるビンス、ちょっと寺尾明さんみたいな。聞いてますかね、かっこいいですよね。
でここではスタッフもお客さんもみんながウエスタンネームで呼び合うんです。まるで西部劇のワンシーンのような気分を満喫しながら自然の中を乗馬体験ができるこちらの施設、なんと衣装の無料貸し出しまであるんです。あらら、気分が高まっちゃうわ。そうなんです。ということで、おどうする、ウエスタンネームは D。 でもね、これ光栄なことに、はい、伝説のガンマンビリーザキッドの名前をつけてもらったんですよね。大体誰にでもビリーっておっしゃってるじゃないですか。そういうわけじゃないと信じたいですけどね。こんな感じで人参の餌やりなんかもできまして、すっかりウエスタン気分を満喫しました。さあ、いよいよ最後のポイントへ向かいますよ。乗馬施設をさらに進んでいくと、あれかな、お地蔵さんありましたよ。最後のポイント、お地蔵さんを発見。こちらの角を曲がってパークゴルフ場の方へ進みます。道の先、なんか山入っちゃいそうな感じあるんですよね。不安になりながら山の方へしばらく歩くと、山小屋のような建物が見えてきました。え、ちょっと待って、オープンって書いてある、あれ見えます？ドアのところ、看板、これだ、カフェと石窯パンのお店、あゆんぐって書いてある。え、見てください。え、ワンちゃんが出てきたんだけど。あらら。こんにちは。君はここのワンちゃんなの？ワンタン？ワンタンだ。案内してくれてるのかな？ちょっと行ってみましょうか。あら、案内してくれてる、すごい。導いてくれたんですよ。こんにちは。あ、どさんこワイドと申します。こちら笑顔が素敵な店主の庄司あゆみさんです。八犬山のふもとに店を構えて12年目を迎えるカフェと石窯パンのお店あゆんぐ。いや、いや雰囲気ありますね。あら。店頭にはハードパンやデニッシュなど石窯で焼いたパンが並びます。毎朝焼き上げる焼きたての石窯パンを求めて遠くから買いに来る人も多いのだそうですよ。こりゃいいな。おすすめは十勝産の小麦を使ったハードパン、いちじくとくるみのカンパーニュ。うわー、美味しそう。ではいただきます。うん、うわー、おいしい。外パリッとしてますけど中しっとりしてますね。そうですね、はい。イチジクの程よい甘みに、なんかくるみの食感もアクセントになってますし、香ばしい香りがプラスされますね、はい。こだわりは自家製の天然酵母。うわ、湯気が。焼きたてはカリッともちっと、翌日にはさらに味が馴染んで芳醇な味わいに。そしてカフェメニューの中でもこの時期の人気はやっぱりグラタンセット。うわー、うおー、おいしそう。わあ、わあ、いいね、すごい。まだあの木のスプーンでね。そうなんです。いや、もうこれいいじゃない。おー、あったまる。このシチューもクリーミーでコクがありますね。美味しく、お、ほら、看板犬のライちゃんもこれグラタン食べたいって言ってるの。うん、美味しいよ。すっごい美味しい、ライちゃん。すごい元気に返事もしてくれましたよ。いやー、賢いわ。はい。さあ、こんな山のふもとにカフェを作ったのにはこんなわけが。まあ、旅に行って、まあ、本当にちっちゃな看板を見て、この先にカフェって本当にあるのってたどり着いた時に、あったって、本当にたどり着かないような、そういうお店を自分もやりたいなってその時思って。クリスマスに向けてシュトーレンも焼くそうですよ。気になる方はお問い合わせください。出来たてのパンいいな。続いてやってきたのは坂の町小樽。 JR 小樽築港駅からスタート、海を背にして進み、住宅街にあるちょっと珍しいカフェを探しに行きます。チェックポイントは3つ。最初に目指すのは平磯公園。めちゃめちゃ景色いいですね。
高だな。こんにちは。今どさんこ、あ、嬉しい。ありがとうございます。お散歩中のご夫婦にちょっとお話聞いてみました。カメラ目線で握手って公園があるっていう風に聞いて、すぐ上に公園あります。すぐ上、うん、ですよ。景色いいですよ。今日お天気がいいし、頑張ってください。いや、ありがとうございます。気をつけて。本当にご協力ありがとうございました。ご自身ですね。ありがとうございました。その教えてもらった方へ進むと結構登っていくのね。ちょっと行ってみますか、はい、ここっぽくないですか、公園。その先に見えてきたのは、お店あるんですか。うわすっごいな。一つ目のチェックポイント、住宅街の高台にある平磯公園は遠くに港と街を見渡す絶景スポットでもありました。ちなみに公園にはこんなものも。このポールは電子基準点といって、地図の作成に利用されたり、地震で起きる地殻変動の監視なんかにも役立っているものなんです。知ってましたか。いや、知らない。こういうのが公園にあるんですか。そうなんです。言われないと分かんないですね、うん。さあ、次のポイントがロータリーなんですよね。公園を後にして、さらに海から離れるように進んでいきます。あ、ロータリーってこれか。道路が丸くなってますよ。ぐるぐる回れるように。北海道でも数少ないロータリー交差点が小樽の桜地区にありました。上空から見てみると、放射線状に道が伸びているのが分かりますよね、うん、はい。ちょっと待って、次のポイントがね、熱々なんですけど、あんかけラーメン。ちょっと待って、熱々ってあれじゃないですか、とろりあん。こちらは一体どんなお店なのか直撃すると、あんかけ焼きそば。あんかけ焼きそば、熱々です。熱々。湯気も。やけどします。やけどする。絶対間違いないです。熱々のポイント、ここでした。決まった。はい、熱々あんかけが自慢のとろりあんも地元で大人気の名店。オープンと同時にもう満席になってましたよ。あ、これご飯も一緒に入ってるんですか。ハーフハーフっていうのがあるんですよね。で、今回の目的地について少し聞いてみました。ちょっと珍しいカフェがあるっていうふうに聞いて、はい、ここまでたどり着いてるんですけど、はいはい、お店が分かりづらいですじゃあちょっとたどり着くのも大変かもしれない。まあね、注意して見てればわかるんですが。店長、そしてお店の皆さん、どうもありがとうございました。食べていきなさいよそうですよね。ただそのトロリアンを出てね、お店の裏にある道を進んでいきますよ。なんかお店があるようには思えないんですけど、うわちょっと待って、これまた坂だ。結構急ですよ。道を間違えたら大きなダメージですよ。これ本当にそうなんですよね。この急な坂道を登っていくと、ついに、あれ、これ、あ、見てください、カフェ、カフェっぽいですよ、ここ。え、住宅街にあるカフェってこれじゃないですか。駐車場も結構広々ありますし、坂の途中カフェなんですかね。でもこれ薬って書いてあるんですよね。あら、こんにちは。こんにちは。あら、白衣を着てらっしゃる、こちら側が漢方主体の薬を、はい、はいはいはい、薬屋です、ええ、とあちら側がカフェのスペースになっております。ここカフェなんですね。へ、薬とカフェを2つ合わせたお店です。はい、っていうことは、じゃあ私の探してた店は多分ここなんですよね。薬舗坂の途中は健康をテーマにした漢方薬とカフェが一緒になったお店。珍しいわ。薬屋さんはご両親が、はい、カフェは娘さんが担当しています。これが漢方薬の原料になる、まあ、原木のようなものですね。有名なものは人参。高麗人参ってよく聞きますもんね。
こういったものを原料にして作ったものが下流のお薬になっておりますので、それを症状に合わせてお選びするってことですね。病名じゃなくて症状でこう選ぶっていうのが漢方かなと私は思うんですけどね。そうなんですね。一方、お目当てのカフェは白を基調とした開放的な作り。オーナーの坂江さん自ら建築の段階から関わってこの空間作りにこだわりました。ここで味わえるのが坂江さんとお母さんのエリさんが腕を振るう食事メニュー。中華がゆやスパイスカレーなどどれも体に優しい味付けが魅力です。お待たせいたしました、はい、失礼いたします。ペーターハンでございます。このせいろ、おお、彩り豊かなせいろ蒸し野菜がついたルーローハンのセットです。海外を旅するのが好きで、そこで、台湾を訪れた際に、一番美味しいなって思ってメニューにできたらいいなと思って。うわー、お肉たっぷり入ってるじゃん。いただきます。おいしい。お肉も柔らかいですね。そうですね、じっくり煮込んでおりまして、油も煮込んで丁寧に全部すくっているのでさっぱりと召し上がりいただけるかと思います。スパイスをすごい感じるタレなんですけど、これ何が入ってるんですか？桂皮、シナモンですとか八角、いろいろとスパイスを入れております。すっごい香りがいいですよね。ちょっとお仕事で疲れた方とか、学校で疲れたなんていう方がここに来たら、なんかもう雰囲気だけでもかなりリラックスできますもん。ほっと一息ついていただければ、嬉しいなと思います。木曜金曜がお休みのほか不定休もありますので、公式インスタグラムをチェックしてからお出かけください。今回は分かりやすくお見せするために徒歩でご紹介しましたが、ご紹介した2つのお店はスタート位置から車だと10分以内で行ける距離になっています。さすがにちょっと歩いて行ける距離ではない。そうですね、少しね、ただその道中も楽しみながら今回はお伝えをしました。なんか探すっていうのはちょっとこう億劫に感じるんじゃなくてね、探すことを楽しみながらドライブがてら行くなんてのがいいんじゃないでしょうかね。またこういうね、いいお店をいろいろと見つけていきたいですね。はい。